ていたんですけども、ふっとしたご縁で行ってもいいよみたいなことを言ってくださったんで今日来ていただきました。オリーブのみんなにこうやり直しっていうのがどういうことなのか、で悔い改めっていうのがどういうものなのか、もともと愛されてる私たちっていうのはどういうことなのかっていうのをちょっとハイアパーのことについて具体的に知ってる方を紹介できるのをきっと楽しみにしてましたので、ご紹介いたします。埼玉県からお見えくださいました新藤達也牧師。イエーイ、イエーイ。妻のユミです。4番目。いい加減にせよ。俺3番目の音だ。偉い先生だけど、偉くないって、へりくだって、みんなと同じ目線で語ってくださいますので、じゃあ、楽しみにして。いい男でしょ？よく言われるんですよ。かっこいいでしょ？よく言われるんですよ。自分で言うと思う人。はーい。さすが妻。やらせやらせ。先生、お願いします。ちょっと横電気つけましょうか。ごめんなさい。横電気。スポットつけます。こっちや、こっち。はい、ありがとうございます。はい、久しぶりに関西毎年、まあ2回ぐらい来るんですよね。明日奈良に行って、明後日はね、大阪の西成ってご存知ですよね。みんな来られるね。この大使の交差点の近くに大阪宮殿会館ってあるんですよ。そこでね、明後日は集会があります。明日は、奈良に行って、昔お世話になった方ですね、会って、そして金曜日に帰りたいと思うんですけども、実は今日来る、本当に来るのをすごく楽しみにしてて、実際私もダルクとか、あと違うそういう自助グループのところでお話しさせていただくんですね。というのは私自身が覚醒剤で捕まったことがあるんですよね。そういう人見えないでしょって結構見えるとか言われてね、結構ショックだなみたいな。私もね、今ちょっとこう入ってきてなんか同じ匂い感じるなみたいなね感じがあったから、ね、それみんな失礼かな。ただね、人生はね、下を向くかね、上向くか向いてる方向でね、やっぱり違うと思うのね。そしてね、プロセスがすごく大切なんですよね。で、その今プロセスの中にね、あると思うんですけども、いつもやっぱり前向いてほしいんです。で、薬物って草冠に楽って書くでしょ。だから草冠のね、方を抜いてね、楽に行きたいな、楽しく行きたいなって私は思うんですよね。そして今ここにいるっていうことは、スタッフの方も含めてですよ、やっぱりその決意を持って、その自分の、ね、決断を持って、施設にいたり、あるいはデイサービスです通ったり、自分が辞めたいんだ、ね、自分の人生変えたいんだって言っているその意思表示の中で、行動を移して、いる皆さんをね、私は本当に尊敬したいと思います。そして祝福したいと思うんですね。なぜならね、私たちの教会は実は刑務所伝道っていうのをやってて、実際に日本の刑務所にね、こう行ったりするんですけど、私が前科7班で刑務所3回行ってるんですよ。それでね、やっぱり卒業生だから、刑務所のだから卒業生なかなか入れてくれないのね。しかも広域暴力団の4次団体の組長代行だったから、なおさらね、入れないわけ。でこの間もね、青森行ってね、あ、こう誰もね、近場に知ってるやつ、暴力団のやついなくていいなと思って散々ね、話してよかったなと思ったらね、僕、私の地元の先輩からお前偉くなったなって手紙が来て、いや、いたのかみたいな感じで、そんなことをやりながら、まあ年にですね、まあ1回は大体よその刑務所に行ってお話しさせていただいて、なかなか女子刑務所にはね、行けなくて、行かない方がいいのかなと思ってね、私も女性に弱いですからね。それでね、
刑務所の中で、お話しすることもここで話しすることもダルクさんとかでお話しすることも同じなんですね。神は生きておられて、そして私たちは愛されてて、そして私たちはいつでもどこでも誰でもやり直すことができるっていうことなんですね。しかしこの世界ね、暴力団とかその薬物の世界ってやっぱりね、一度入ったらなかなかね抜け出せない。そして抜け出すにはやはり自分がそのやり直す土俵に乗らなければ無理なんですね。で、私自身のこの人生も含めてお話しさせていただきたいんですけども、今やってる教会っていうのはね、まあこのちょうどねこのくらいなんですね。その街道がで街道しかないんです。あとトイレしかない、あとキッチンがでね、もう下田屋みたいな教会でね、うちのお風呂は30年スナックやってたところですから、まあ、私よりね、私今今年ね、まあ、今47歳と2ヶ月なんですけど、私よりも年上の建物で、あのドリフ昔ありましたよね、バターンって家が倒れちゃうようなああいうところで礼拝やってるんですね。それで、ここでまあ35人とか40人ぐらいのここで救急でやってるんですよ。でそれだけじゃなくて、それだけでもね狭いのに、この間卒業したやつがねいる大阪刑務所が出てきて、住み込みをしてました。でそういうずっと木の実木のままで来てても2ヶ月3ヶ月すれば服が増えた、あれが増えたって言ってここで寝るわけですから。でもここはいいですよね、靴脱いでお家みたいで、ほらなんかこう住むスペースかなって思うけど、うちはほらスナックだったからみんな土足で入るしね、やっぱりその人が住むとこじゃないんですよね。お風呂ももちろんついてないから、まあ、銭湯に通わなきゃいけないし、まあ、私は裸の付き合い好きですから銭湯にね、まあ、埼玉のねお風呂は入れ墨が大丈夫ですから、まあ、大阪に、ね、行って大阪のね最近もちょっと せちがないですよね。大阪は僕お風呂好きでね、お風呂入ったら銭湯ですよ、銭湯で お客さん初めてですか、はい、すいません今回だけは次からおね、ちょっと減量してくださいよ、戦闘だろお前ってみたいな感じで、でもまあ自分でしたことですからこれはもうしょうがないですよね。入れ墨にしても小指が短いとかね、ありますけども、それは自分のしたことですからね、戻ってきたらいいけども、これはもう私の履歴書みたいなもんでもうしょうがないなとね、落としたらね、落として1年ぐらいはね、間違えてこいつ話すとほじっ、あっないよみたいなね耳ほじっちゃって、今はないですけどね、もう最初の1年はね、あ、ないんだったみたいなね感じでありましたけどそんなですね、その教会を始めてもう12年経つんですね。で、やっぱりね、5人に1人はね社会復帰してくれるんですよ。社会復帰するってことはもう刑務所に帰らなくていいような生活を送っていくってことです。それってすごくね、打率いいでしょね。2割っていうの、5人に1人だったら。でも私は牧師でね、で自分自身がキリストによってこの人生やり直すことができたのでね、自立した生活ができて、そしてなおかつ日曜日教会に来てくれたら、まあ、100点かなと私は思うんですね。なぜならね、やはりその強いですよね。何もないよりは信じてる何かがあるってことはものすごく、やはりその自分が本当にこの波がある人生ね、いい時だけじゃない、人生っていうのはね、試練もねセットですよ。その試練が来た時に、誰かに裏切られた時にね、失業した時にね、教会というのはキリストの体っていう意味ですよ。その教会に来る人たちはね、血族的には血のつながりはないけれども、僕たちは一緒に歩んでいこうっていうね、そういう共同体なんですよ。オリーブみたいなもんですよね。そういうのがあるっていうのはすごく大切なことで、しかもそれがまたなんていうのかな、そういういろんな過去を持って、みんなそれぞれ違う過去を持ってね。でキリスト教会っていうのはね、清くて正しくて美しい人が集まると思ってるでしょ。もう大嘘だから。キリスト教はね、清くて正しくて美しくないから来る。
ていうか清くて正しくて美しいやつなんてねいないのこの世の中には。聖書に明確に書いてあるわけ。でも清くて正しくて美しくないけれどもね、そうありたいと思う人間が来るところ、あるいは教会のね、私のね、新藤達也が言うキリスト教会っていうのはね、ダメ人間が再生するところなんですよ。私も含めて刑務所7年半、留置所も入れたら8年以上入ってるね、私がね、こうして偉そうに人様の前でお話をするダメ人間がね、世界を変えていったっていうのは、これキリスト教会のね、歴史です。2000年のイエス・キリストのね、前にバプテスマのヨハネという人が現れるんですよ、ね、その人が、その人のところに来た人間は遊女、要するにソープランドの姉ちゃんとかね、それとかの金貸しのおっさんとかね、ヤクザのチンピラみたいなやつが来て、私が救われるにはどうしたらいいんですかって言って、ね、悔い改めなさいって言って道備えをしたね、キリスト救い主が来る道備えをしたっていう人ね、そのバプテスマのヨハネが説いたのは悔い改めなんですよ。だから悔い改めたい人が来るのは教会なの。で、悔い改めが必要な人っていうのは罪人だとかね、よからぬことやってたとかね、もうダメな人間とか、橋にも棒にも引っかかんねえよって、そういう人間が来て、そしてその後にイエス様が来て、じゃあイエス・キリストの周りに集まったのはどういう人かって言ったら、また同じ輪にか、輪をかけて言う悪いやつよ、悪いやつ、あるいは女房子供、いや親からももう見捨てられたような人たち、あるいはね、隔離しなきゃいけない伝染病を持った人たちをの、そういう隔離したところに行って、イエス・キリストというね、神から人間になった人はね、弱者のところに、そして、その当時も今もそうですよね、孤立社会になってね、もう誰も手をつけない、いや関わったらね、自分が足元救われちゃうとか、自分が損するって思われて、誰も手のつかないような人のところに行って、イエス・キリストという方はね、手を差し伸べたんですよね。これが愛だと。で、実際に私もそうなりたいし、その、まあ、オリーブもそういう発想でね、もちろんあの山本さんはやってると思う、ね、同じクリスチャンとして私はそれで尊敬します。そして自分自身もそういう、私はその学歴もないね、学歴職歴小指がない、これが私のキャッチです。皆さん覚えたでしょ、はい、学歴職歴、そう、もうちょっと早く見て、学歴職歴、あ、いいね、もう明るくいきましょう、しんみりしてるとね、しみになっちゃうからね。それで、私もその回復したんですね。で、私たちの教会のあるべき姿というか、ダメ人間が回復するところだと。で、ダメ人間が回復するには 大切なことはね、私がこう12年やってて分かったのは、あのね、手放しで喜んでくれる誰かがいるってことなんですよ。で、教会にね、うちの教会にね、あの年間大体平均5人ぐらいの方が寝泊まりします。多い時はもっと多いんですけどね。その人たちが、来るっていうのはね、まあ親がいたら親のとこ行きますよね。でも、もう親がもうどうしてももう産んでもない住んでもない、もう自分でしたことなんだけども、親元もない、あるいは、ね、刑務所何回も何回も入っていけば、年取って親も死んでっちゃう、ね、友達ももういい加減にしろと、で助けてくれるっていうのはもうヤクザの友達とかね。私は刑務所3回入って 2回まではね、どうやって捕まんないで覚醒剤売ろうかな、ね、どうやっていったらもっと楽にね、金稼げるかな、ね、まあ、刑務所に入ったからって言って良くなるって言ったら逆ですよね。悪くなってカスタマイズされて帰ってくるんだからね。そうでしょ、覚醒剤の、ね、客をいっぱい見つけて全国発送して、ね、入るたびに金持ちになりました私も、ね、そういうとこですよ。だけども、このそのキリストに会うまでの2回ヤクザとして刑務所に入ってやってきたことはスカウトですよ。誰も助けてくれない人たちはね、ヤクザの事務所に行かなければホームレスになるしかないですよ。知恵のある人たちはね、まあ、生活保護もらったり
いろんなことをするかもしれないけれども、まずね、誰も頼る人はいない人はみんなヤクザの事務所に行きます。これは男性の刑務所のね、あるべき姿で、あるあの実際の姿で、私自身も行くとこないならうちの事務所来いよって言って、何人も誘ってね、ただで刑務所入らねえぞってね、そういう気持ちで行きましたよ。刑務所に入ってね、あ、ついてねえなって毎回毎回思いました。なんで俺はこんなしのぎ下手なんだろうか。でまた覚醒剤好きで、いつもね、捕まんなきゃいい場面で捕まっちゃうような下手を打って、まあここだったら、まあ、いいよね、自分の教会で下手打つとか言って言うと、うちの教会わかんない、よその教会って下手って何ですかみたいな、まああのヘマをこいて刑務所に入ってね、しゃぶでね。だけどもキリストに出会ってからね、ヤクザに行くとこないからヤクザになるんじゃなくて、僕は行くところをね、ちっぽけな教会だけど本当にやる気があるなら寝泊まりするとこを与えて、で自立した喜び、働いたお金で好きなものを買って、そしてもっと働いてもっとお金稼いで家族を作るとか旅行行くとか、人間的な人間らしいその場所を提供していきたいと思って今やってるんですけども、それをね支えてきたのは神と見た夢ですよ。刑務所の中でね、いやイエス・キリスト死にましたね、牧師になりたいんです、でも簡単に行きませんよね。簡単に行ったらね、プロセスないですからね、すぐに諦めたりすぐダメになったりするけど、本当にこの自分と同じようなシャブ中とか自分と同じようなヤクザの人間を救いたいんだっていうね、明確なその目標がねあったわけ。それに支えられて、私は来たんですよね。で皆さんも12ステップとかやってると思うんです。私それそういうの全くやったことないんですよ。でももちろんいろんな施設行っていろんなその資料もらってやりますよ。で、まあ後で私のどうやって信じてたのかって話をしますけども、第2ステップに出てきて、第2ステップでしたね、ハイヤーパワーってね、あれはアメリカに行ったらキリストですよ。行政入ってないところに行ったらキリストですよ。でキリストっていうのは神が人になったから、これは別に信じなくていい、別に信じろって言ってんじゃないんだよ。神ね、人間が神になろうとしたらたくさんいるんですよね。皇帝ってね、真の始皇帝って、初めに皇帝と名乗った人、真の始皇帝ってのは、皇帝っていうのはね、神っていう意味ですよ。人間は偉くなったら神になりたい、俺を拝め、ね、だけども神から人になった人は一人しかいないの、イエス・キリストっていう人です。その人は人間に なることができたから人格持ってるの。ハイヤーパワーっつってね、何ですかそれはって、実体がないような人じゃなくて、人間として現れて目には見えないけど祈った時に出てきてくれる人格のある神なの。これがなかったら私は今ないし、教会に来る時にイエス・キリストを信じなかったらうちの教会で寝泊まりさせませんって言いませんよ。ただ社会復帰したいのかしたくないのか、刑務所に入りたいのか入りたくないのか、シャブやめたいのかやめたくないのか、やめたいっていうなら教育しましょう。ただ私の場合はね、キリストというこのカードを持って私は回復できたんだよ、どうだいっていうことだけ。実際に取る人のが多いけれども、取らないでも回復して一生懸命働いてね、5年もね教会通ってるけどね、洗礼受けてない人いますよ。どうしてって言ったらね、教会に来ないと悪いことしちゃうからって。ずいぶん正直だな。いいじゃんそれでって。ねえ、信じなかったら教会来ちゃいけないの。そうじゃないって。つながり続けることが本当にね大切なんです。何をあとね、まあ男の人によく言うんだけど、これね男も女も一緒ですよ。腹をくくるってことなの。腹をくくるってことは命かけるってことでしょ。もうねこの
最初の思い、私の教会のコアバリュー中心は原点、感謝、使命なんですよ。使命はね、分かりづらいかもしれない。でもね、原点、なんでオリーブに来たんですか、どんな思いでオリーブに、まあ紹介されてきたのかもしれない、自分なしで来たのかもしれないね、オリーブに来たんですかって、その原点ね、忘れないでほしいんです。その思い、最初の思いっていうのね、本当にここにね、刻みつけてほしい。そして感謝、感謝はね、人生変えるね、魔法ですよ。人生を変える魔法、そして自分自身を変える。祈りっていうのはね、イエス・キリストに対してクリスチャンは祈りをするけどね、これね、あれしてください、これしてくださいって、それもいいよ。だけども祈りっていうのは神様変えることじゃないの、自分を変えることなんだよね。神様変わんないよ、何やったって変わらない。愛でおられる神様、あなたが悪いことをしても、また覚醒剤でスリップしたとしても、神様はあなたのことを愛している。これは変わらない事実なんだ。ただ私たちはしたことの罪に対しては責任取らなきゃいけないんだよね。これ社会のルールだよ。自分の体に対しても痛みつければね、不具合が出てくる。これは理ですよ、当然のことですよ。でも神様は愛してる。刑務所に入って分かったことはね、3回って分かったことはね、罰ではね、人は変わりませんよ。今ね、思い出して、親父ってのは刑務官ね、刑務官、あの刑務官に会いたいなと思ったのは、私を信じてくれた人、懲罰行ってね、喧嘩して懲罰してね、普通誰も懲罰棒なんか来てくれないけどね、自分の担当しているね、工場の親父が来て一言ね、バカ野郎、信じてたのに次頑張れよとかって言ってくれるね。あるいはもう口論して喧嘩になりそうになっても来て、普通はもう懲罰ですけどね、もう喧嘩終わったか、仲直りしてもうやめろ、握ってくれるよね罪を握ってくれるような、そういう愛のあるね、刑務官には会いたいな。あの、なんでこんな話するかというとね、私がね、今心がけているのは、特にやり直しをする人たちにとってはね、良き理解者であって、良く父親であって、良きお兄さんにならなきゃいけないな。そして何か悪いことするときね、覚醒剤が目の前に置かれてね、誘われたときに、まあそこまでいかなくても、とにかく君子あらゆくに近寄らずですからね、いいですか。そしてみんな環境を変えるためにここに来ているんですから、そういうことはないと思うんだけども、例えばそういう電話で何か甘い言葉で誘われたときにね、僕はね、ふと新藤達也の顔が思い浮かんで、あ、俺が覚醒剤やっちゃったら、あの新藤牧師が悲しむかなっていうような人間関係を作りたいんですよ。そしてね、皆さんにまで、ね、本当に僕は言わなくても分かってると思うんだけど、山本さんみたいな人はね、奇特な人ですから、世界中どこ回ってもね、そんなにいませんよ。1000人に1万人に1人ぐらい、もっといたらね、こういう人がもっといたら、もっといろんな人が助かるはずですよ。そんな奇特な人に会えた感謝と、ね、この人だけは裏切れないって気持ちをね、本当に持ってほしいんですね。感謝で心を満たすときっていうのは、実は自分自身が変えられていくチャンスなんです。で、この感謝っていうのは、自分が正しい方向に行く力でもあるんですね。私はそのようにして、神様に用いられました。もちろん辛いときもありましたよ。長袖着なきゃさ、いけない？夏の暑い間ね。もう中卒だから、結局ほらもうデスクワークできないわけですよ。肉体労働しかできないわけじゃない、僕らで。白いシャツじゃちょっと柄見えちゃうし、しょうがないから黒いシャツ着てさ、肉体労働しに行くわけよ。そうするともう潮吹いて、もう着替えなきゃいけない。着替えてみたらさ、社長が入ってきて、あ、やべえ、また首かと思って、だからお前頑張ってんだなって言われて、そこにね、ああこの人のためにもっと頑張ろうって。人生捨てたもんじゃないんですよ、皆さん。これだけは信じてほしいんですよ。頑張ってね、張り切ってね、
そしてね、たまにつまずいたってね、自分がね、一生懸命ね、自分の人生を真っ当にね、軌道修正しようとして、ね、今まで親不孝をしてた、ね、自分自身を変えようと思って、ね、頑張ってる人は必ず人生にね、あなたのことを応援してくれて、あなたのことを認めてくれて、あなたのことを励ましてくれる、絶対にそういう人が現れます。キリストを信じても信じてなくても、人生は捨てたもんじゃないですよ。日本はまだまだ捨てたもんじゃないですよ。私はそうやって、人と関わってきて、いろんな人に助けられました。で、人生はね、皆さんまだ暴力団じゃないからね、あれですけどね、暴力団やめたって言ったって誰が信じてくれるんですか。私クリスチャンになりましたって言って何にも信じてくれないよ。そうでしょ。だけども人生っていうのは毎日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 の積み重ねです。だから今日ね、クリーンで今日元気に過ごしたら、また明日はね、今日よりも明日は素晴らしいはずなんです。誰かの信用がまた一日重なってるんです。そのことをね、信じ続けてほしい。必ずね、花が咲いて実が出ることがあるんですよ。私のね、奥さんね、今4番目って言ったけどね、3番目まではヤクザでしたからね。で、それぞれ子供がいるんですけど、彼女のお母さんと教会は同じだったの。でね、一番前の列に座ってる熱心なお母さんを伝道したのが彼女で、で、まあ、まさかその娘と結婚、だってそのお母さんが亡くなってから結婚したの。全くその結婚の事実を知らないで、知らないはずですけど、ね、そのお母さんね、あのお母さん、その私刑務所出てきてね、それこそ こういう教会じゃなくて、もうちょっと大きかったけども、もっとその土足で上がるようなアメリカンスタイルの教会だったね。そこで寝袋を引いて寝たんですよ。教会から出てきてね、あ、教会、刑務所出てきてね、家にいた、家にいたらね、もうねより高品質の覚醒剤をより低価格でね、もう全国発送してた、もうアマゾンの先駆けですから私は。それだからもういろんな人からもう連絡来るわけ。そうするとね、もうやめましたからって言っても、もうね、もう喉から手が出るほどシャブが欲しいやつはしつこいね。ね、そしてまたあの暴力団のその昔の人からのその誘いとかもあって、もうこのままじゃいけんと思って、そして私はあの教会の牧師に住まわせてくださいって言って、やり直しの人生始めたんですよね。で、携帯電話を本当にその変えて、今までのやつを捨てて、環境を変えるってことで、私は教会ね、あの前あのやってるのはね、古い電話は携帯来たらね、ダルクじゃないけど、それね、もう預かるんですよ。もうそれは誘惑に負けないためにね、そのことを実践してやってます。腹くくるってことは全てを捨ててもいいって。実際私のね、あのやり直すんだって決めて腹くくっていった人生のね、これは100倍素晴らしい。聖書が言う100倍ってのは尽きることがないってことだ。学面通りの100倍じゃないんだよ。尽きることがない100倍以上の人生を歩ませてくれるってことだ。だから過去の、ね、連絡先は知らなくてもね、勝手に来ます。仲良かったね、もう47になったらみんな同級生、みんな組長ですよ、ね、もうそれがもう落ちぶれてるか、ね、もうヤクザで10年20年で、ね、生き残るって大変な作業ですから、もう生き残ってるね、あのやつがね、電話来て、たっちゃん偉くなったね、たっちゃんの牧師としての成功喜んでるよ、ああ、それほどの友達だな、うん、で飯食おうやって、バカ野郎、今暴力団なんで組長と俺が飯食わなきゃいけないんだよ、礼拝に来いっつって教会に礼拝に来ましたよ。そうやって自分でバンタリーをつけて、そしてでも神様不思議ですよね。やっぱり自分の成功をね、自分のことのように喜んでくれるのは本当の友達でしょ、妬まないで。だから私はそういう友達にも巡られたかもしれない。
それでも知恵を使ってやはりあっていい場面とあってはいけない場面を使い、私もね公の人物になってきましたから、あ、そういうふうにしています。まあ私のですね、どうしてそのハイヤーパワーの、ハイヤーパワーじゃない、イエスキリストね、ハイヤーパワーキリストです。それは人格のある私たち同じようなね、酸いも甘いも酸っぱいも気持ちいいも全部、途中ばっかだな、そういうね、努力は根性やね、悲しみ全部を、人間の弱さも辛さも弱いところも強いところも全部知ってる神様がね、神様と出会ったことを今日少しねシェアしていきたいんです。覚醒剤で、7班の前科があって、前科は全部覚醒剤です。重ねたね。でも聖書の数では7は完全数ですからね。あと障害とか あるんですけど、それはまあ少年前科ですから あれなんですけどね。自分でもね、やめられると思わなかったし、やめたいなと思っても無理だろうなって言って蓋してました。諦めちゃったってことですよね。でも皆さんここにいるってことは、蓋を取って可能性を開けたいなって思ってきてるわけで、でこの蓋をね、二度と閉めないでほしい。開けたら開けっぱなしね、呼ばれて飛び出てジャ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 ーンってね、まあハクション大門じゃないけど、まあみんな若いから知らないからごめんね。そういうね、開け可能性という蓋を取ったんだからね、この可能性に信じてください。皆さんには神の計画があるの。偶然にできた代物じゃないんですよ。お父さんとお母さんがセックスしたってことは愛しちゃったってことなんですよ。その偶然でセックスできた産物じゃなくて、神様が良しとされて、神様がご計画を持ってこの地上に生まれ落ちてきたのが私たちなわけ。これに気づいたらね、自分の人生には価値があるんだって。で、僕たちの価値って何があるの、生きてる価値どこにあるんだったら、いい、あなたのために死んでくれる神がいるってことだ。こんなね、刑務所3回入って、7回も前科があってね、暴力団の組長代理校でいろんな人を暴力団に連れ込んで、いろんな人間をしゃぶ中にしただけじゃなくて、いろんなしゃぶ中をダメにして来た人間が無条件で許されたんですよ。これはこの2000年前の十字架という死刑ですよ。これね、1週間、本当は1週間から2週間放置してね、ここに腰掛けがこんな薄いぐらいのあって、ちょっとかけながら、あれかけながら、これくらいの腰掛けがあるんですよ、実はここら辺に。そしてケツをちょっとしながら、あとはこう釘で打たれて、でね、ここの足のすねをね、折るでしょ、折るんですよ。折ると支えられないから窒息死する。でもイエス・キリストはその晩のうちに死んだので、 おられなかったっていうことが書いてあるんだけども、これは私たちが罪人がね、皆さん罪人って分かってるでしょ、自分が薬物やっていろんな人を迷惑かけて、まあ、自分自身も傷つけて親もすごい心配かけてって、罪人の自認があるでしょ。だからね、こういうところの方が、ね、分かりやすいんだよ。イエス・キリストの十字架っていうのは自分の罪の身代わりを負ってくれたの。ここに私の価値がある、あなたの価値がある、信じたら天国なんだ、だから罪がないから、これがキリスト語の言う、これがグッドニュースなんだ。私がそれを信じたのはね、刑務所の中、厳密に言うと東京拘置所、しかも今すごいビルに建っているけど、それを工事中だったのね。2001年の8月ね、そこに放り込まれて、池袋警察でガチャンガチャンやって、めちゃめちゃやってたんで、独房に入れられた東京拘置所で。
もう東京高知のね雑居部は本当楽しいんだ。ヤクザがいっぱいいて、もうヤクザだからいっぱいいろんな差し入れがもう山のようにあってね、ガムは食えるでしょ。と大阪高知は食えねえよ。もう東京高知はね、もう田中角栄は入るわ、金丸信も入るわ、政治家がいっぱい入るから、コーヒー飲める、紅茶飲める、ガムが食べれるんだよ。そんなのないよ少しか。でいろんな組長さんもいるからね、いろんなもんが入ってくるんだ。コンビニエンスストアみたいに差し入れ所があるの。それぐらい品数が豊富なの、東京古書だけ。だからそこの雑居に行ったらね、もう天国です。天国じゃないよね、ダメだよね、こっちだけども、僕は独房に出られたんだ。でもこれが素晴らしいね。独房にいたから聖書を見たんですよ。で、その時にヤクザからクビになって、で3番目の奥さんからもクビになって、ああ俺の人生どうしようかなって思う時に、このね、私の先輩たちでミッションバラバっていうね、あのおじさんたちがいるんだ、まあ、俺もおじさんだけどもっとおじさんがいるんだよね。その人たちがね、ちょうどねこのブームベントで一般の人たちも知ってたの。それで、ミッションバラバの人たちのことを思い出して、私はね手紙書いたんですね。その前に電話したことあったんですよ、ヤクザの時にね。その時にね、ちょっとからかってやろうかなと思ったけど、ちょっとあんまりにも清らかすぎる、なんかね、こう応対で、あ、こいつ本当に牧師なんだなってのが分かってね、ヤクザでつばつかないように祈ってくださいとか言って、わけわからなくて電話切った記憶があったんですね。だけども、その、まあ、鈴木博之というね、その代表を昔やってた人で、今も僕の先生で、一緒に長くしてますけど、その人に手紙を書いて、まあ、ヤクザもクビになっちゃった。で、覚醒剤の打ちすぎでね、もうね、組の言うこと聞かなくなっちゃった。もうこう、こうなったからね、もう組所対抗ですから、もうこうなって、もう本部当番行って、もう途中で飲み行って、朝方帰ってきて、とか、自分の事務所の当番なんか部屋住みいるから入んないみたいな感じで、そのうちもう本当に組の連絡も無視するようになって、もう、要するに、シャブやって、ルーズになったってことですね。もう嘘に嘘を重ねるでしょ。そうするともうバレるでしょ。で開き直るでしょ。で謹慎だとか言ってね。でヤクザで使い物になくなって、奥さんからも使い物ないないって言われて、離婚届というか、まあそういうのをねさせられて、あらどうやって生きておこうかなって。30歳だから若かったよ ね。でも30歳の時に30歳って若いと思ってないわけよ。20代を刑務所で過ごしたのとヤクザの世界でしか過ごしたことないし、18からヤクザやってるわけだから、もうねそのヤクザの世界じゃ知らないわけよ。学歴ない、国歴ね、学歴職歴恋人がないからね、要するにもう何どうしたらいいか分かんないなっていう時に、その聖書を読んだんですね。そしたらその聖書の中にはね、悪人が真の喜ばない、かえってその悪人がね、その態度を悔い改めて生きることを神は喜ぶって書いてあったんですよ。立ち返れ立ち返れ、お前の悪しき道から、イスラエルよ、どうしてお前は死んでいいんだろう。神様はそうね、聖書の中でね、僕たちに死んじゃいけないよ、生きるんだよ、罪があったら悔い改めて態度をね、本当に改めて戻ってこいって、そのフレーズを読んだ時に、あ、こんな俺でもね愛してるんだって、神様愛してるんだって、自分が愛されてるってことがやっぱり価値なんですよね。人間としての価値は愛されるために生まれて、愛されるために生活してね。でもそれはね、もらう愛じゃなくて、これもらってきた人たちが与えることができるになるんだよね。ああ僕も価値があるって、いつかは 愛を与えるものになりたいなっていう、この漠然とした、で刑務所の中に入りましたね。でね、年に1回ぐらい消防庁の OB とかね、警察庁の OB とか来て話してるんだけど、もう完全な人選ミスだと思いません？警察官の話聞いたってね、この野郎おめえらにこの野郎こんなところに放り込まれたんだみたいな、お前ふざけんじゃねえよみたいな、もう耳塞いでんじゃないですか、もう聞いたふりして寝てますよ。でも私はその時に神の
声を聞いたというか神様と約束したんですよ。僕が私がね本当に立ち直ることができるんだったら私はねクリスチャンになって社会復帰することをね頑張ろうと思ってるって、そして伝道者になりたい牧師になりたい、本当にそのことが叶ったら刑務所の中でお話をさせてほしい、それが今実現してるんですよ。日本はなかなかねもう敷居が高いというか、過去ばっか見るから年に1回か2回ぐらいしかできないんですけど、それでも海外に行ったらもうハワイも3回ね、台湾 もベトナムもいろんな国で、韓国でいろんな国の刑務所の中でこういう話をさせていただくことができるんですね。僕たちには価値がある、そして努力は絶対に、自分の思いはね行動に移って、行動はまたさらに信用をねつけていく、毎日の積み重ねのこのプロセスがね備わって、で自分自身に自信がついていくんです。ですから皆さん今日ね蓋を取ったね、蓋を取ってオリーブに来たってことは、その自分にある可能性、そして自分は計画が、神の計画があって生まれてきてね、薬漬けになる生活じゃない、そして刑務所の中に入って、私いつもね2回目の時にねいつも思ってたよ、刑務所の中に作業するでしょ、そうすると俺こんなとこに入るために生まれてきたんじゃねえよなって、人生やり直せるかなって一瞬思うんだよ。これはね天使が思わせてんだよ。だけども悪魔がまたやってきて、お前何のために指詰めたんだとかね、何のためにお前入れ墨入れたんだとか、ああそっか俺ヤクザ頑張んなきゃとかって思っちゃうわけ。そのこの繰り返しなの。でいつも神様を知らないっていうのはね、悪い方に耳傾ける、これが人間の差がなんですよ。もう産もって生まれた人間の心ってのはそっちになびくようになってるんだって、これはもう創世記読んだら分かる。だけれども神様分かってからはこの触れの時に正しい方向、聖書にこういう言葉あるんですよ。真理を知って、真理っていうのはね変わることのない神の言葉のことね。いい、真理って何ですかって言ったらね、真理って言ったらね、でもね国によっては違うかもしれない、だけども聖書の言葉は神の言葉だ。神の言葉は変わらないから、神の言葉はね真理を知ってあなたは自由になる。要するに神の言葉を知った私はあなたは自由になるんだけども、自由って何よって言ったらね、覚醒剤やることじゃない、お酒飲むことじゃない、タバコ吸うことじゃない。自由っていうのは悪いことをしないっていう自由なんだよ。わかる？僕ね自慢じゃないけど、今だによ僕の仲のいいねヤクザのその組長さんとかって、まあ、全然付き合ってないよ、悪いけど付き合ってないよ、ただたまたまヤクザで生き残ってるやつらはね、未だに暴力団のね事務所構えてるね、そういう人たちはまあ覚醒剤がしのぎの組もたくさんありますよ。今電話一本したらね 10g ぐらいだったらただで持ってきますよ。そういう世界にいたんだ。100だったらちょっとつけになっちゃうかもしれない。 10g ただで持ってきますよ。でたっちゃん待ってたよチュッチュッて、でもやらない、私には自由があるからやらない、正しいことを選択する自由っていうのは、自由っていうのはそうなんだ。真理を知るって、神の言葉を知るっていうのは本当の自由を勝ち得るってことなの。それが楽しく生きるってことなの。これ皆さんにお勧めしたい、強くお勧めしたい。見えないねハイヤーパワーを信じられるんだったら、イエス・キリスト、人格のある神を信じれるはずです。それは変わることのない神の言葉によって僕たち
ちは内側から変えられていくってこと。神、わかんない。俺を見てよって言いたい。で、皆さんも、皆さんにしか救えない人がいます。キリストの素晴らしいのは、過去の傷、過去、私の過去もあなたの過去も壮絶かもしれない。ね、悲しくて、ね、考えるだけでもへこんじゃう。ね、辛い、ね、親に捨てられたかもしれない。ね、辛い過去かもしれない。でも、そんな辛い過去だからこそ、皆さんは誰かを助けることができるんですよ。悲しい過去が武器になります。誰かのためになります。これが愛です。それを神様は望んでます。また会える機会があると思います。その時はもっとお互い成長して肩を叩き合ってよかったね。そして誰かを助ける人に一緒になっていきましょう。お祈りします。神様、今日本当に初めてですけども、オリーブに来てよかったです。私自身が原点を知ることが、また思い出すことができて、謙虚になることができて、そして未来有望なこの人たちを目の前にして、私もやる気が出てきました。お互いに、そして大変で面倒くさくて誰も人が手をつけないようなところを喜んで使命感を持って運営している山本陽子さん、尊敬します。どうぞその苦労も花が咲いて実がなって、その結実が目の前にいるこのお一人お一人ではないですか。神様、一人一人に今手を触れてくださって、見手を触れてくださって、その辛い過去を溶かしてくださって、また同じような苦しみにある人たちを僕たちが助けられるように、どうぞ諦めずに、また忍耐を持って私たちを導いてください。オリーブ、これからもあなたが導いてくださって、またこの会場を返してくださった先生の上に、そのここに集まる信徒さんの上に豊かなあなたの祝福がありますように。私の愛するイエス・キリストの名前によってお祈りします。アメン。ありがとうございました。もちろん何か質問がある。今ちょっとだけいいですか。はい。